オーナー、我らがテッサンのですね、はい、無理やり入れていただきまして、そうそう、ねじ込んでいただいて、はい、6時半からやれと言われてるのに、すでに10分押しぐらいでやっているので、ありがとうございます。サクサクといきましょう。はい、はい、ということで、今日初めましての場所ということで、普段のやらないカバーなんかもやりたいと思います。命かけてと誓った日から残してきたけど、あの時同じ花を見て美しいと言った二人の心と心が今はもう通わない、あの素晴らしい愛をもう一度、あの素晴らしい愛をもう一度、あの素晴らしい愛をもう一度、皆さんも一緒に、あの素晴らしい愛をもう一度、すんて略すな。はい、今日はね、この辺の道に落ちてた汚いお茶も持ってきました。ほら、ひどーい、ひどい、だらくないな、ちょっと髪の毛、こっち側だけ長いです。ほら、言うてあげな、おしゃれや、おしゃれ。別になんか、上しましまやからって脱獄してきたわけじゃない。ほら、今日はアクとマッスンとプラスで、3人アキスプラスでお送りしております。イエーイ。はい、皆さん、飲んでますか。アキスもやっぱり当てます。酔っ払ってライブしてよかった試しない、酔っ払いの歌を思い出します、はい、皆さん人生は酔って飲んで変わりで歌ってなんぼでございます。今日も楽しくなりましょう。アキス、イッ、なんだや、皆様最後まで楽しんで帰ってください。
セーフティーバンドでね、一塁に出たいと思います。びっくりしすぎてマカロニ落としておいおい、なんてことをするマカロニすいません、マカロニすいません、ビール冷えました、ありがとうございます。はい、あの空気寒いのしません、私のビールも氷張ってる、イエーイ、ほらね、なんでかわからないんですけどね、ゴアキッスの前には飲めばかり集まるんだよね、酔ってまーす、ね、酒は飲めなくても騒げるやつが集まって、もう不思議な感じなんですけどね、まあ皆さん楽しくやっていきましょうね、はい、次は何ですか、はい、次はですね、こんな流れですが、バラードを一曲やりたいと思います、ボイス、あふれた日常の
酔っ払ってやっていいことないですね。ギターも音飛ぶし、ピアニカも音ならないですね。あの、回りすぎや、回りすぎや。あの、な、よう回ってたな。あの、江戸屋の小八の、あの、傘の上で、あの、玉回すみたいな。それは面白いんじゃない？いや、面白くないです。小山さん、おらんか、誰も分かってへんねん。はい、あのな、いつもな、梅田行くときな、近鉄バス、乗っていくねんけどな、はい、あの、近鉄バスでな、こう、運転、あの、フロントガラスのときに、とこに、運転手の名前書いのプレートあって、その上にな、あの、なんて言うかな、今日は安全運行に沿いますとか、お客様への、対応をちゃんとしますとかな、なんか、一言書いたんねんか。書いてるやけどね。うん。ほんで、昨日乗った近鉄バスの運転手さんな、あの、なんか知らんけど、あの、いや、あの、1日1万歩てな、会場って。健康的か。バスの運転の関係ないやんけ、言うてな。で、さん、一日1万歩歩いて、あと30年ぐらい生きてくださいな、ね。頼みますよ。まあ、南部屋さんにはあまり関係ないんですけどね、ネタ小屋が今日、あの、ネタ小屋の、天満のベスさん、持ち込み企画ということで、はい、ネタ小屋、10周年迎えました、イエーイ。ね、ね、ネタ小屋もね、あの、ね、10周年ね、歴史を閉じるということでね。違う。あんなこと。違う。まだまだだめ。あとね、あと3ヶ月で、あと余命3ヶ月。ちゃう。こら。頑張って、もっと頑張って、今年いっぱいね、あの、10周年企画やるんでね、まあ、南波屋さんでも飲んで、歌って、またね、あの、一本で来れますからね、そう動物園前からね、あの、そちらともご元気に。あの、動物園住んでるんでね。あ、すいません、ごめんなさい。はい、足しようか。いやはい、ということで、今日はね、はじめまして、南波屋さんということで、アーティストね、ちょっとビクビクしながら来てますので。なんでや。もう一曲くらい。カバー、やってみたいと思います。大阪で終わります。ヘイヘイ、マイク入ってますか？大丈夫？マイク入ってる？地声で行こうか、じゃあ。踊り疲れた、いつこの帰り。これで青春も終わりかなとつぶやいて、あなたの顔思い出してた。終わりかなと思ったら泣けてきた。大阪で生まれた女やさかい、大阪の街を
ありがとうございます。大阪どの辺ですか？